米国 NSC の決定、核攻撃の報復先は、核恫喝も見透かされ、終わりが近づいたプーチンの政治生命、当局国境封鎖困難に、治安部隊不足も、米国 NSC の決定、核攻撃の報復先は、9月6日に開始されたウクライナ軍の反転攻勢により、ウクライナ軍は、5日間でハルキウ州のほぼ全てを奪還した。ロシア軍は、戦車や装甲車、武器、弾薬を捨てて遁走した。依然として部隊の連携に欠陥があり、大義のない戦いに無理やり駆り出された士気の低いロシア軍が、この戦局を逆転することは極めて困難であると見られる。さて、今回のウクライナの軍事的大勝利はウラジーミル、プーチン大統領を窮地に追い込んだ。ロシア当局、国境封鎖できず、動員逃れ続出も不満拡大。ロシアの独立系メディア、メドゥーザは28日、ウクライナ侵攻をめぐる部分動員を逃れるためロシアを出国する人が続出する中、市民の不満拡大を懸念する当局が国境を閉鎖できずにいると伝えた。プーチン大統領が部分動員を21日に表明後、近隣国に脱出を図る人々の流れが絶えない。メドゥーザによると、プーチン政権に近い情報筋は、脱出する人の多さを過小評価していた。国境を封鎖するのは困難だ、と述べた。国境に配備する治安部隊が不足し、暴動が起きれば抑止できないと指摘した。政権は部分動員に関する非公開の世論調査を実施したものの、好ましい結果ではなかったという。ウクライナ軍の反転攻勢成功の要因。ウクライナ軍は8月下旬、南部エルソンへの大規模反撃作戦があるように見せかけ、東部のロシア軍の南部への移動を誘い、手薄となった東部に奇襲をかけ、一気に東部を制圧した、いわゆる陽動作戦の成功である。ロシア軍が人員や物資を戦線に送る拠点として利用していた東部の交通の要衝イジュームの奪還は、今後の軍事作戦の成否に大きな影響を及ぼすだけでなく、プーチン政権にも大きな打撃となった。ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の解放というロシアの特別軍事作戦の目的の達成の見込みが立たなくなったからである。今回のウクライナの反転攻勢は、プーチン氏のモスクワ不在の時を狙うな。土曜日周到に準備されていたと見ている。プーチン氏は、9月1日の最西端の飛び地カリーニングラード訪問に続き、5日は極東カムチャツカ半島に滞在し、6日にはウラジオストクで、中印も参加した大規模軍事演習、ボストーク、東方、2022、を視察した。7日には極東のウラジオストクで、国際経済会議、東方経済フォーラム、の全体会合に出席、演説し、9月16日にはウズベキスタンのサマルカンドでインド及び地ユーロ首脳会議に参加した。ウクライナ軍は9月6日に反転攻勢に出た。まさに絶妙なタイミングであり、プーチン氏は今日疲れたのである。次にウクライナ軍の反転攻勢を成功に導いた情報機関による偽情報、作戦について述べる。偽情報、ディジンフォメーションとは、意図的に作成、拡散された虚偽もしくは不正確な情報を言う。偽情報作戦とは、敵を間違った方向に誘導するために意図的に偽情報を拡散させることを言う。偽情報作戦その1、8月29日、ウクライナ南部軍司令部のナタリア・フメニューク報道官は、ロシア軍に対する反撃をヘルソン地域を含む同国南部で開始したと発表した。ブリーフィングで、最近のロシア南部の物流ルートへの攻撃により、敵国は紛れもなく弱体化した、と指摘。ただ、新たな攻撃に関する詳細については言及を避けた。出典。ロイター8月29日。偽情報作戦その2。ウクライナはロシア軍が占領する南部の要衝へ。ルソン市奪還に向け同市の周辺で反攻を開始。激しい戦闘を繰り広げている。ウクライナ大統領府が明らかにした。ウクライナ南部軍司令部によると、ウクライナ軍は前線の複数の地点で29日に反攻を開始、ヘルソン地域周辺のロシア軍拠点を砲撃した。ロシア国防省は声明で、ウクライナ軍の攻撃を認めた上で、
作戦は、悲惨な失敗に終わったとした。シュッテンブルーンバーグニューズ付き31日、ロシア軍は、この、偽、情報に対処するため、東部戦線の兵力を南部に移動させ北東部の要衝ハルキウなどの防衛が手薄にならざるを得なかった。また、ウクライナ軍のハルキウ付近の部隊が大規模な作戦を準備しているという情報がロシア側に漏れないよう、に徹底的に情報統制した。それとともに、地元民を装っているロシアのスパイに、ウクライナ軍は攻撃の準備ができていない、という偽情報をつかませてロシア側に伝えさせていたという。こうして9月6日ウクライナ軍が不意吸収的に東部戦線に攻勢を開始すると、不意をつかれたロシア軍はほとんど抵抗しないまま逃走したのである。ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は8日夜のビデオ演説で、この1週間で同国南部と東部の1000平方キロメートル以上の領土をロシア軍から奪還したと発表した。ロシアの核攻撃で、米国 NSC の決定、核攻撃の報復先、は、ロシアが核攻撃に踏み切ったらアメリカはどこに報復するか、米政権内で行われていた机上演習の衝撃的な中身、米国の報復は、どのような兵器を使って、どこを攻撃すべきか、様々な意見が出されたが、議論をリードしたのは当時のバイデン副大統領の国家安全保障問題担当補佐官を務めたコリン・カール氏、現国防次官、政策担当、だった。カール氏はロシアによる核の使用は1945年の広島、長崎以降、初めての歴史的出来事であり、ロシアを孤立させ、政治的、経済的打撃を与えるため国際社会を結束させる絶好の機会だと言明。核で報復することは、大局観に欠いた行動であり、核使用のを下げるだけでなく、強力な制裁措置よりも効果は乏しいと主張した。議論は続いたが、結局、NATO 制服組トップである欧州連合軍のブリードラブ最高司令官を含め、最初の対応は核による報復ではなく、通常戦力によるものとすることで落ち着いた。標的は同盟国。1ヶ月後に、今度は参加者のレベルを上げた閣僚級の NSC 会合が開かれ、同様のテーマが議論された。前回同様、核による報復をしない方が賢明との意見もあったが、もし敵国が核攻撃すれば米国は直ちに核で報復するとの同盟国の信頼が崩れれば、米国を中心とする世界的な安全保障体制は崩壊してしまうとのアシュトン・カーター国防長官の主張が優勢となった。現在国務長官のブリンケン国務副長官は、立場を鮮明にしなかったという。次に議論の対象となったのが、米国は具体的にどこに報復するかについてだった。最初に上がった候補は、ロシア西部の飛び地で、バルト海に面する軍港を持つカリーニングラードだったが、飛び地とはいえ、ロシア領土に核ミサイルを落とすことは、全面的な核戦争に発展する恐れがあるとして却下。バルト三国に侵攻したロシア軍に対する攻撃も検討されたが、同盟国の市民への被害を考慮し不適当とされた。結局、最終的に選ばれたのはロシアに隣接する同盟国、ベラルーシ、だった。この机上演習では、同国はバルト三国侵攻には何の関係もなかったが、ロシアの同盟国というだけで、核攻撃の対象となることが決まった。